どうも、高井です。10分以上の動画優遇されて展示優先。今まで私は約5年間ぐらいコンセプトとしてこういう本とかの内容を2分から3分ギュッてまとめてアウトプットしますよって言ってきたんですけど、それももう限界かなってことを思ってます。それはなぜかっていうと、10分以上の動画高く評価されるってことは今までも知ってたんですよ。でも今年から2月から3月にかけて、その2分から3分ぐらいの動画、短い動画がね、再生されなくなってきてしまった。ほぼ死んでるって感じ。じゃあ長い動画作りゃいいじゃんってなるわけですよ。だけど問題が出てきてしまったわけですね。こういう本の内容って読み込んでインプットして、で動画でアウトプットってする最大の私の暗記力というか、その限界が5分から6分なんですよ。これを聞いて思う方は、あなたの努力が足りないからじゃないかって言われるかもしれませんけど、いや、そう思われるな、一度読んでやってみてくださいって私は逆に言いたいっていうこともあります。それはさておき、こういう本内容をこういう手帳とかに書いてまとめてそれを読み上げるってことだったらできたので、最近はそういう動画を作ろうって心がけています。過去のやつもリメイクしようかなと思ってるぐらいです。そこでまた問題が出てくるんですよ。7分以上の動画って作ってくると喉がカスカスになって、声質っていうのは声の質が変わる。その対応策としてこういう水筒とかね、キュッキュッと開けてこうやって飲んでる時間、まどっこしいでしょ。できたら、じゃあそのまま読み続けろやみたいな、俺には視聴者に関係ないから読み続けろやみたいな、そういうことを思う人も出てくると思います。だけどね、所詮私も人なので、声がカラッカラになれば、よくスポーツ選手とかって汗とか出た時に水分補給しなかったらパフォーマンス落ちるって言うでしょ。こういう読み上げも同じですよ。ヒューマンエラーを大量に出すんですよ。もう読み間違い平気で出してます。おそらくそしたらカット編集すりゃええやんって思うかもしれませんが、私はカット編集よりかは目次をつけて読みと、もう見飛ばしてねって感じ、見たいところだけ見てくださいって感じで言いますので、っていうのも表示しますので、今後とも見られる方はご視聴ください。それでは。